元のリーダー矢島舞美。二十歳になった彼女が休日を利用し、あるとんでもないことを企画。それはどうやら4月にリリースする新曲にまつわることらしいのだが。どうもキュートの矢島舞美です。今度キュート のニューシングルが出るんですよ。君は自転車、私は電車で帰宅というタイトルなんですけど、千日なんで自転車の旅行に2泊3日の PR 兼ねて行ってきたいなと思ってるんですよね。東京から自転車を漕いで地方まで、そして旅の先々で出会った人に新曲を PR したいというのですが、何せ初めての自転車旅。そこで事務所の先輩に相談。あ、もしもし。あ、お久しぶりです。キュートの矢島舞美です。誠さんですか？こんにちは。自転車でこう旅をしようと思いましてですね、学校に通ってた時ぐらいなので、なんかあんま全然初心者なので分かんないことだらけで、ちょっと誠さんに聞こうかなと思ったんですけど。ああ、それはもう、はい、聞く相手は正解だよ。あ、本当ですか？良かったです。ママチャリはあんまり旅には向かないけどね。厳しいですか？ママチャリは本来近所でお買い物とかお母さんがするように作られてるから、ちゃんとそれ用の自転車をロードバイクとか、はい、そういうのがいいと思うけどね。それはもう初心者でも乗れるもんですか？走って進んでる時には安定するので、もう慣れてると、はい、1日に100キロ200キロ走れるんだけど。すごい。はい、季節的に絶対北に行くのはやめた方がいいし。寒いですもんね。西を目指した方がいいよね。西か。はい、だから静岡県方面なら、静岡ぐらいなら全然行けると思う。ああ、いいですね。なんか景色もいいし。はい、じゃあ、はい、ありがとうございます。行ってきます。失礼します。はい、とにかく北には行かない方がいいって言ってたので、静岡の方に行かなきゃですけど、ちょっと私こんなの用意したんですよ。でも私用意したはいいんですけど、見方が分かんない。横浜通って行きますもんね。静岡出てきた。静岡、この前どこに行けばいいんだろう。どこに向かえばいいんだろう。なんかあれですね、私パソコン苦手だけど、 TOKY。 なんで、あ、U が抜けた。 TOKYO 東北新幹線、大宮から東京間を200キロ。ニコニコ動画。あ、全部消えた。どうして、ちょっと待って、自転車も乗る前にこっちが大変ですよね。あ、静岡県ですと静岡市くらいでしょう。静岡市ぐらいがだいたい200、浜松は250キロくらい、ちょっと手前ってことですね。静岡市に何があるかな。あれですよ、東照宮っていうのがあります。なんかどうせ行くならあれですよね、なんかその新曲のヒットするようにお参りとかしたいですよね。ちょっと東照宮調べてみよう。これすごい、私がこんなパソコン使ってるところなんて絶対皆さん見たことないと思う。意外と使えるんですよ。ちょっとこれいいの見つけちゃったかもしれないですよ。徳川家康のお墓とかもあるらしいんですよ。なんかちょっと御利益ありそうじゃないですか。ここに行ってその大ヒット祈願をしていきたいと思います。目的地に決めたのは東京からおよそ200キロ、静岡市の徳川家康を祀る久能山東照宮。こんにちは。まずは誠さんのアドバイスに従いロードバイクを購入することに。いろいろちょっと自転車について教えてもらいたいなと思ったんですけど、はい、訪れたお店はニコルユーロサイクル青山店。ヨーロッパの有名ブランドを中心に数多くのスポーツサイクルを取り揃えています。例えば女性に人気高いのがこちらにある、はい、例えばコルナドとかこの辺のバイクが色味が非常に綺麗なので、女性に人気があります、
例えばこちら、おすごい、128万とかっていうバイクなんですね。すごい、何これ、すごいですね。でこれも競技のために使うので、はい、特に旅とかには使わないんですけど、はい、タイヤとかすごい、だって不思議なことになってますもんね。そうですね、面白い。もう一つ女性に人気の高いのはこのハートのマークの入ったベローサーっていうバイクなんですけど、こちらフルカーボンで全部カーボンできてますので、すごい、これであればこれかわいいですね。静岡まで行けるんじゃないかなと思います。どうしよう、ちょっと早いけど私もこれにしようかな。なんかちょっとデザインも可愛くない。こちら金額の方が、はい、あのカーボンのバイクですと大体30万ぐらいからが基本なんですね、はい。味は高いですね、これどうしましょう。ということで今回は特別にお店にご協力いただき、イタリアの人気ブランドデローザのロードバイクを貸していただくことに。ロードバイクは長距離走行に最適、効率的なペダリングを行うためサドルは高く、空気抵抗を少なくするため前傾姿勢、軽さを追求しスタンドもついていません。矢島の体型に合わせサドルの高さを調整してもらうことに。はい、今足を外して右足も伸びちゃった、はい、すごい、なんかお尻が高いです。手の持つ位置なんですけど、ここに、はい、その感じで、はい、持ってください。あー、変な感じ、かっこいい。でもなんか半分だけ回していただいて、半分、はい、足を一番下に持ってきてください、はい。でこの時に今足がちょっと曲がってるので、はい、このぐらいがいいのかなと。あ、実際正直もうちょっと上げてもいいのかなっていうぐらいなんですけど、ちょっと最初不安だと思うので、はいはい、少し地面に足がついた方のが足だと思うんですね、はい。なんかギアってご存知ですか？はい、いや、もう分かんないです。分かんないですか、はいはい、ちょうど真下見ていただくと、はい、チェーンがここに入ってるんですね、はい。でこっち1枚とこっちが2枚、はい、前に2枚入ってますね、はい。で後ろちょっと見づらいんですけど、これ実は10枚ギザギザでなってるので、はい、ここでギア重くしたり、はい、軽くしたりっていうことができます、はい。例えば上り坂登っていくのであれば軽いギアで回していただいた方がいいと思いますし、はい、スピード出したいのであれば重いギアで漕いでいただければ、はい、スピードは出ますので、はい。続いて矢島が向かったのは、自転車の奥でまず一番大事なのはパンツが特徴的なのが、例えば、はい、パッドが入ってるんですね。入ってますね。どうしても、はい、サドルが硬いので、あ、パッド付きのパンツを特に長距離乗るときとか、こちらを履いていただいて、いあとこれのもう一つ特徴が、はい、下の、はい、何もアンダーパンツも何も履かないんですね。履いてしまうと、そことこれで擦れてしまうので、もうこれ1枚で履いていただくのが、じゃあ自転車乗ってる人みんな履いてないんですね。履いてないのが基本なんです。すごい、そうなんですか。長距離走行では下着の縫い目でお尻が擦れてしまうので、履くのはパッド入りの専用パンツのみ。そして出発に向けロードバイクの練習。乗ります、行ってきます。怖いな、あ、楽しいよ。さすが運動神経抜群の矢島、不慣れなロードバイクもすぐにコツをつかみました。すごい、めっちゃ速い。そして出発当日、さあ矢島、準備ができました。今日から3日間、久能山東照宮を目指して自転車の旅行ってきたいと思います。いよいよスタートした自転車の旅、ところがいきなりハプニング。果たして